ツッキー書いたなら山口お願いします。山口書いて動画伸びないだろう。でもツッキーの友達じゃん。そんでもってピンチサーバーだから1試合に1回しか活躍しないじゃん。カラスノの集合絵を見ると毎回山口は後ろの方でちっちゃいのよ。そんなかわいそうな山口を俺はイケメンに今回書いてやる。正しい、イケメンになったら田中先輩みたいに綺麗な奥さん見つけるんだぞ。俺ももっと絵が上手くなって売れる画家になって清子さんみたいな素敵な女性と巡り合う。ものすごい願望が出てしまいました。すいません。でも頑張ったら頑張った人にだけ訪れるチャンスってものがあると思うんだ。可愛い彼女と付き合えるチャンス、勉強頑張ったら有名な学校に入れるチャンス、スポーツを頑張ったらスポーツ選手になれるチャンス、絵を頑張ったら絵が上手くなれるチャンス、頑張ったら誰かは必ず見てくれると思うんだ。だから諦めずに頑張る。今の成果に納得してなくてもいいんです。だってそれは伸びしろがあるってことだから。